デビッド・ディバルはアメリカ合衆国フロリダ州ジャクソンビル出身のプロゴルファー。2001年の全英オープンゴルフ優勝者である。1999年3月から8月にかけて世界ランキング1位の座に行ったこともあった。アメリカ PGA ツアーで13勝を挙げているが、現時点では2001年全英オープンが最後の PGA ツアー優勝になっている。 父親のボブ・デュバルもプロゴルファーである。ジョージア工科大学を卒業し、1993年にプロ入り。1995年から PGA ツアー参戦を開始する。1997年10月のミゲロブ選手権でツアー初優勝を果たすと、翌週のウォルト・ディズニー・ワールド・オールズ・モビル・クラシックで2週連続優勝を遂げ、 年間最終戦の PGA ツアー選手権でもいきなり優勝して一気に3勝を記録しツアーデビューからわずか3年で賞金ランク2位に躍進26歳の1998年には年間4勝を挙げて初の PGA ツアー賞金王になったそして1999年に入るといきなり年間開幕戦の メルセデス選手権を史上最小ストローク記録で制し、3月のザ・プレイヤーズ選手権の優勝により、タイガー・ウッズを抜いて、初の世界ランキング1位になった。この年のボブ・ホープ・クライスラー・クラシックの最終日に、ツアー大記録となる59を記録。8月の全米プロゴルフ選手権で、ウッズが優勝してからは、ディバルはもう二度と、世界1位の座に戻ることはなかったが、 この時期にはデューバールが、ウッズのライバルと見られていた。だが、メジャー大会の優勝争いで何度かチャンスを逃し、フィルミケルソンと共に、メジャー無冠の実力者と呼ばれたこともある。2000年のセントアンドリュースでの全英オープンでは、最終日は、首位のタイガーウッズと6打差のスタートで、ウッズと最終組で回り、7番ホールまでの4バーディでマイナス14までスコアを伸ばし、 ウッツに3打差まで詰め寄ったが、12、13、16番ホールで、ボギー、パー4の17番ホールでは、第2打が、トミーズバンカーに捕まり、脱出に読んだ、このホールは8打で優勝を逃した。しかし、2001年のロイヤルリザムセントアンズゴルフクラブでの全英オープンで10、アンダーパーのスコアでメジャー初優勝を達成し、メジャー無冠を返上した。 全英オープンで優勝した後、2001年11月に、初来日する。初出場のダンロップフェニックストーナメントで、当年度の日本オープン選手権優勝者手島太一とのプレーオフを制して初優勝。宮崎のフェニックスカントリークラブには、彼の名前にちなんで、デビット・デュバルゴルフ・アカデミーが設立された。翌週に、静岡県御殿場市の太平洋クラブ、 五点場コースで開かれた EMC ワールドカップのアメリカ代表として世界ランキング1位のタイガーウッズとコンビを組んで出場する大会期間中は二人とも万全の体調ではなかったが最終日のホアサムで最終18番ホールの第2打をデュバルがミスした後ウッズのミラクルチップインイーグルでアメリカチームはプレーオフに残った4カ国によるプレーオフは アーニー・エルスとレティーフ・グー戦による南アフリカチームが制止、アメリカチームはプレイオフ1ホール目で脱落した。ところが2002年に入るとディバルのゴルフ人生は安定する。左肩や腰などの故障に加え、婚約者との破局など講師両面の問題が重なり、この年のディバルは賞金ランキング80位に落ち込んだ。2003年以後はツアー大会で、 予選通過もおぼつかないほど極度の不振状態に陥り長い間スランプ脱出の手がかりをつかめない苦悩が続いた2009年の全米オープンゴルフでデュバルは久々の優勝争いに加わり2アンダーパーで2位退入賞を果たした優勝したルーカス・グローバーには2打及ばなかったその後はゴルフ解説者としても活動している2020年には 新型コロナウイルスに陽性反応が出たため、マスターズトーナメントの解説から外れたことが報じられた。ありがとうございます。